Hi everybody, Uchiro Bishama not real です。今日は言葉だけではなく、まるまるで会話しているっていうことで、我々人間は実は一見言葉だけで会話しているように見えますけれども、言葉以外にも組み交わされているものがあるっていうことを今日話していきたいと思います。このチャンネルでは宇宙と共鳴し、愛に目覚めながら現実となの幻想をハッピーにポジティブに楽しく過ごしていく方法をお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、この地球上で一番優れたコミュニケーション手段を使っているのは、実は人間ではなくて他の動物なんですけど、皆さんどの動物だかわかりますかね？はい、これ正解はイルカです。イルカはエコロケーションという手段を使ってコミュニケーションしていて、超音波で感情をダイレクトに相手の中にぶち込んでいるようなコミュニケーション手段をとっているっていうふうに言われています。人間には心の傷って見ることができませんけど、イルカには心の傷が見えていて、心に深い傷を負ってしまっている人を見ると、イルカはそーっとすり寄ってくるなんてことが言われてます。で、イルカに比べて、イルカの感情をダイレクトに伝えるコミュニケーション手段と比べて、我々のコミュニケーション手段はどんなものかっていうと、言語、言葉によってコミュニケーションをしているとされていますよね。言語、言葉によるコミュニケーションっていうのは、イルカみたいに感情をダイレクトに伝え合うコミュニケーションに比べると、とっても不便でとっても不完全なコミュニケーション手段になってるんです。なぜ言語がそんなに不完全で効率の悪いコミュニケーション方法かっていうと、言語っていうのはいちいち感情を翻訳して伝えているっていうコミュニケーション手段なんですね。世の中には、自覚することなく言葉だけの世界で生きてしまっている人も結構たくさんいると思うので、ここで改めてはっきり言っておきますけれども、この世界や感情を100だとしたらば、言葉で言い表せることができるのっていうのは1%にも満たない小さな領域なんですね。言葉がどれほど不完全かってことを分かりやすく伝えるために、ここで痛いっていう言葉を例にとって説明します。いきますよ。食べ過ぎてお腹が痛い。骨折して腕が痛い。失恋して胸が痛い。出費がかさんで痛い。この4つの痛いっていう感情、同じ痛いっていう言葉で一括りにしちゃってますけど、これ4つとも全く別の感情を表してますよね。全然違うのに無理やり1つの言語でくくっちゃってるんです。もうお腹の痛みと骨折した時の腕の痛み、同じ痛みっていう言葉でくくっちゃってるのが今の言語だっていうことなんですよ。こんな感じで、言葉っていうのは感情をいちいち翻訳しているからまどろっこしい上に、感情が100としたら1%も伝えきれていないような、とっても不完全なコミュニケーションツールなんですね。では、なんでそんな不完全な言葉を使っていて人に伝わってる感じがするのか、これ俺だけじゃないと思うんですけど、今まで人生振り返ってきて会話して、なんか人に伝わってる感じってしませんか？相手の気持ちがそうだなって分かったり、共感するなって思ったり。人の気持ちを直接知ることって永久に不可能なので、これ答え合わせがしようがないことなんですけれども、言葉による会話が成立しているのって、そもそも相手にそれが伝わってるっていう前提があるからですよね。この伝わってる感じがするのってとっても不思議で、例えばリンゴとか空とか外の世界に存在しているものだったら、まあなんとなくわかるんですよ。これリンゴとかあれ空っていう風に言えるじゃないですか。だけど、なぜこの痛いとか悲しいとか嬉しいとか、そういう自然界には存在しない抽象的な概念まで人間同士伝えることができるのか、伝わっている感じがするのかってことなんですね。答えを言います。これ、波動で会話しているからなんです。一見すると、会話っていうのは言葉だけで組み交わされているように見えるコミュニケーションなんですけど、実は言葉を発すると同時に、その人の波動が言葉に練り込まれて相手に向かって飛んでいくみたいな、こんなイメージでコミュニケーションって成立してるんですね。言葉って文字ですけど、音でもあるんですね。この声っていうのは音で、音っていうのは振動なんで周波数を持ってるんですよ。なので、この目には見えないバイブスや波動が言葉の意味と一緒に言葉に乗って相手に伝わっていくっていう。喋るっていうのは
歌なんですね。歌ってるんです。意味を伝えるためだけに口から発声して音を出してるのではなく、波動を音に変えて歌ってるっていうのがこの喋るっていうことなんです。例えば俺たちの祖先、遥か古代の我々の祖先っていうのは、精霊や目に見えない者たちと交信するために歌を歌ったりしていたんですけども、その文化っていうのは今の俺たちにも残ってるんですね。現代でも目に見えない波動を相手に伝えるために我々は口から音というものを出して相手に伝えているんですね。この音、言葉っていうのは意味があるからどうしても見落としそうにはなってくるんですけども、この喋るっていうこと、言葉を言うっていうことってこれは歌うことなんですよ。我々は2021年思ったより、みんなが思っているよりもたくさんの目に見えない力を使って今ここにいるっていうことなんです。ツイッターとか LINE っていうのも言葉を使ったコミュニケーションツールですけども、あれっていうのは声を発さないじゃないですか。活字だけのコミュニケーション手段なので波動が相手に伝わりづらいんですね。まだ手書きの手紙だったらば何か相手に伝わるものってもうちょっと多いと思うんですけども、コンピューターが使った活字を誰しもが使うことによってその人特有の波動が制限されてしまっているっていうことなんです。皆さんは電話や実際に会って喋っていたら何の気ない普通のことだったのに、それを LINE とかメールでやり取りしていたことが原因で喧嘩になってしまったなんて経験ないですかね。この LINE とか Twitter で喧嘩になっちゃう原因の一つに波動が伝わらない、活字だけのこのシステマチックの文字のやり取りだけでは自分の波動が相手に伝わらないので思わぬ衝突を生んでしまったり、ミスコミュニケーションが生じたりしてしまうっていうこと。言葉っていうのは実は意味だけでは不完全なんですね。言葉というのはこの意味と波動がセットになって口から発せられることによって初めて言葉として成立するんですね。今リモートでコミュニケーションを取る時間って皆さんとっても増えてると思うんで、これ気をつけてください。リモートの時メールや LINE でのやり取りっていうのは実は不完全な言葉のやり取りをしているんだよ。言葉っていうのは音声、この口から発せられて音になって初めて完成するものなので、その不完全な状態の言葉を使ってるがゆえに衝突が生まれてしまうことがあるってことを頭の片隅に入れといてもらえたらいいと思います。あとこれと似た話なんですけど、人との相性ってあるじゃないですか。その気が合うとか気が合わないって皆さんよく言うと思うんですけど、この気が合う気が合わないの気っていうのは文字通り気なんですね。エネルギー、波動のことを言ってるんです。誰かと気が合うっていう風に言うとき、その人と共通の趣味があるからとか、その人と性格が合うとか、なんやらこう左脳的なロジカルな感じで解釈されがちなんですけど、実はそういうことではなくて、気が合うっていうのはその人の波動とあなたの波動の相性がいいってことなんですね。お互いこう共鳴し合ってお互いいい気持ちになれるバイブスを発している関係にあるってことが多いです。で、お互い似たような周波数を持っているから共通の趣味を持っていたり共通の話題が多かったりするっていうことあると思うんですよ。逆に言えば気が合わない人もいると思うんですけども、この気が合わないっていうのは波動の相性が悪いってことなんですね。波動が共鳴しづらい関係にある。だから共通の話題も見つからないし、共通の好きなこと興味があることもかけ離れているっていうことがあるんです。SNS の急速な発展により今この時代活字を見ることがとっても多い時代になっていると思います。今の時代ってのは人間の感覚の配合比率、聴覚とか嗅覚とか味覚とかいろいろあるんですけども、この感覚配合比率が極端に視覚だけに偏った時代に我々は生きているってことを忘れないでほしいんです。で、そんな視覚に偏った世界で一番大切なこと、目に見えてる世界ってのは 1% 以下です。本当に小さい小さい部分だけしか我々には見えていないってこと。これ今だからこそ絶対に忘れないでほしいことなんです。どうしてもどうしてもこの目に見える 1% の小さな世界が全てだと
気がついたら思い込んでしまって、それに目隠しされてしまったりするけれども、実は世界っていうのはとんでもなく大きくて、その大きい部分っていうのは我々はなかなか見ることができないってこと。だからこそ誰かに何かを伝えるとき、話をするときっていうのは、言葉だけで相手に伝えるのではなく、この波動、目に見えないエネルギーも相手に伝わっているんだ、流れ込んでいくんだよってことを意識して、あなたの大切な人たちとハッピーに楽しく会話してくださいね。今日はここまで。動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か聞きたいこと、質問、残したいコメントがある方はコメント欄に何か書いてくれたらハッピーです。Yes。 はい、ということで今日は日曜日でした。皆さんゆっくり休めましたかね。明日から働く方も多いと思うので、皆さんが元気に波動や目に見えない世界を忘れず、社会の中でハッピーに生きていけるように、俺からビッグラブをお送りして今日は終わりたいと思います。ビッグラブ。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。